2018年イタリア総選挙は2018年3月4日にイタリアで行われた議会議員の総選挙である。元老院と大議員の両院で行われた。大議員、元老院のいずれも概ね選挙前の予測通りの展開となった。中道右派連合が最大勢力5つ星連合が第一党ながら過半数は取得できず、 中道左派連合は議席を大幅に失う。中道右派連合が、比例区、小選挙区双方において優勢を維持し、265議席を獲得して第一、党派となった。政党連合内では、フォルサイタリアが選挙前と比較して50議席近く、議席数を増加させたが、PDL への合流直前に有していた140議席には達しなかった。 かつての統制にまで回復しない再決闘後のフォルサイタリアに対し新たに109議席の議席を増加させて、党再編前の統制を超えた同盟の発言権が強まっている。他に民族主義政党のイタリアの同胞が25議席を上積みしたのに比べ、恩恵不派のイタリアと私たちは4議席獲得に止まった。 右翼支持層で、キリスト教民主主義など中道右派の支持が弱まり、民族主義、国家主義など、旧進右派が支持を伸ばしている。中道左派連合では、イタリア民主党が、追加議席制度が廃止されたとはいえ、一挙に180議席以上を失う、歴史的大敗を喫して第一党の地位を失った。新規に決闘、組織された政党や政治連合も支持を伸ばせず、 左派連合全体でも前回選挙の3分の1となる122議席しか獲得できなかった。第三極の中心である5つ募集運動は選挙、前にユーロ離脱の保留や連立についての情報など、恩恵化が功を奏して、勢いを失わずに選挙戦を戦い抜き、227議席を獲得して、単独政党としては、第一党となった。 しかし目的としていた単独過半数はやはり達成できず、今後は右派、左派の政党連合との組閣交渉を進める意向を示している。自由と平等は民主進歩運動やイタリアのサハラ参加政党の主要メンバーらが当選し、中道左派連合とは距離を置いた状態で14議席を獲得した。共産主義再検討による人民へ力を、は37万票。 ネオファシズム政党のカッサパウンドイタリアは31万票を獲得するなど善戦したが、議席獲得はならなかった。ありがとうございます。